はい、どうもドラフトワンです。今回はカブト丸の未勝をしつつ腰水の解説をしていきたいと思います。腰水っていうのはいわゆる底面給水のことで、鉢の底から水をやる方法です。未勝の時に非常に便利な方法なので今回解説していきたいと思います。今回まく種はカブト丸なんですけれども、こちらになります。カブト丸同士で交配させて種取ったものになります。138粒ありました。ただ種が潰れてるものもあるので、潰れてるというかあんまり中身がしっかりしていないものもあるので138粒全部発芽するという感じではないんですけれども、粒としては138粒ありました。必要なものとしては種と植木鉢ですね。今回はプレステラ90を用意しました。あとトレーですね、これは下に水を引くのでそのためのトレーになります。あと培養土です。培養土は普通の多肉植物サボテンの培養土で良いと思います。ちょっと動画映えするようにもうちょっとサイズの小さい容器に入れ替えようと思ったんですけれど、なかなかいい容器がなくてコンテナのままやりたいと思います。あとは水を入れるための水差しですね。これらがあれば十分かなと思います。腰水するにあたって鉢に蓋をする必要のある場合はこれ以外に蓋を用意します。例えばサランラップで上をカバーして輪ゴムかなんかで留めるとか、そういった方法でも構いません。ただ今回私は蓋はしないので用意していません。ということでやっていきたいと思います。でまずは鉢に培養土を詰めていきたいと思います。でだいたい7分目から8分目ぐらい、こっちに入れてやる7分目から8分目まで入れれば良いです。ちょっと合わせるためにもう少しこっち、入れた感じこんな感じになります。で土入れたんですけれど、化粧土があるんだったら化粧土入れても構いません。赤玉土の微粒っていうんですか、芝生の芽に使うような粒がおすすめかなと思います。あと鹿沼土、あれは小粒かな、本当に1ミリぐらいのサイズのものを敷くと種をまきやすいかなと思います。で続いて実際に種をまいていきたいと思います。こちら種なんですけれど、今回138粒あるっていうことで、60粒ぐらいずつまきたいと思います。この辺は適当ですね。65粒とかその辺になると思うんですけれど、まいていきたいと思います。でサボテンの種の場合は成長そんなに早くないので少し離れてれば良いと思います。アガベとか葉が広がりやすいものはあんまり密集してまくと結構干渉してしまうので、サボテンの場合はある程度くっついてても良いかなと思います。もう数多いんでガンガン撒いていきたいと思います。希少な種だったりとか、種子の数が少ない時はもうちょっと丁寧に撒いた方がいいかなと思います。こうばらまく感じじゃなくて均等に植えていくとか、そういったことした方がいいかなと思います。下に落ちちゃった。
なるべく固まらないように巻いていきます。以前の動画でクリアカップ使って巻く方法を紹介したんですけれど、まあ、その方法でなんでやらないのっていう話あると思うんですけれど、まあ、今回は植え替えしたくないので鉢に植えて腰水することにしました。まあ、カップでもいいんですけれど、ちょっと今回これ以外にも巻く予定があって、まとめて腰水してしまいたいなっていう思いもあったので、今回はカップ使いません。はい、ということで巻き終わりました。巻いた感じこんな感じですね。まあ、粒が結構大きいんで、まあ、分かりやすいかなと思います。で、あと腰水するにはトレイに水を入れていきます。はい、ということで水を入れていきたいと思います。まあ、トレイあるんですけれど、まあ、トレイに、まあ、水入れていきます。まあ、鉢の3分の1ぐらい浸かるぐらいがいいかなと思います。まあ、この鉢でいうと、この下にスリットが入ってるんですけれど、そのぐらいまで水が浸かれば良いです。まあ、ちょっと足りないんですけれど、まあ、よしとしましょうか。まあ、多少水足りなくても下から水が伝って上まで水が行き渡りますので、まあ、問題はないですね。定期的に水を追加してやれば良いです。最後に、最初に紹介してなかったんですけれども、殺菌剤の方を巻いていきたいと思います。まあ、カビが生えるのを抑えるために使ってます。腰水すると湿度がどうしても高くなるので、まあ、カビが生えやすいですね。ですので極力使った方が良いかなと思います。まあ、ただこれ、カビが生えやすい種類のものと生えにくいものがあるので、カビが生えやすい種類のものについては必ず使った方が良いですね。これで腰水完了です。で、最初の方にちょっと説明したんですけれども、蓋をする場合は、まあ、ここで蓋をしてください。まあ、湿度がだいたい 70% ぐらいあれば蓋はしなくていいかなと思います。そこまで足りなければ、まあ、蓋をするのがおすすめです。まあ、1点注意しておきたいのは、湿度が高すぎると、まあ、せっかく発芽しても立ち枯れしてしまうことがあるんで、ある程度発芽してたらちゃんと空気穴とか設けてやると良いかなと思います。最後にこのトレイを、まあ、明るい場所に置いておきます。ただ直射日光に当たるところにだけは置かないようにしてください。芽が出てくるんですけれども、それが太陽の日差しで焼けてしまうので、基本的に1年ぐらいは直射日光に当たるところに置かなくて大丈夫です。まあ、ただ明るいところに置いた方がいいかなとは思うので、まあ、明るいところに置くようにしてください。はい、ということで今回カブトバの実生をやっていきました。で、合わせて腰水の方法を解説しました。結構やることは簡単だなと思うので、ぜひ、まあ、トライしてみてください。参考になりましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた。バイバイ。